ありがとうございます日本に参りますのは初めてです大変疲れましたがとても楽しい時間を過ごしておりますでこの来日の非常に良かったことはニックのオフィスと私のオフィスはとても地理的には近いんですけれども日本に来てまさに同じ部屋でいつもコミュニケーションが取れるということは非常に刺激になりましたさて私の方からは データからいわゆる情報そしてそれが行動意思決定につながるその一連のプロセスについて考えたいと思いますさてこの3万5千という数字をスライドに出しましたがこの数字は一体何でしょうかこれはまあ、ある人によると人間が1日に、えー、まあ、行う意思決定ですソースはインターネットです 来日、まあ、する前にインターネットでこの数字を多数見かけたんですけれども、このあと、まあ、となっている学術的な研究は見つかりませんでしたので、これが正しいのか分かりません、で私が、まあ、インターネットで検索した他の結果、いくつかございます例えば、日々、もしくは生涯に行う意思決定。 例えば上に200という数字がありますがこれは食にまつわる人間が1日に行う意思決定です驚きですよねたった1日で200回も何を食べるかについて何らかの決断を下しているとで、まあ、これはモニンスキー・ソバルという学者ですので多少は信頼性があるのかもしれませんそれから別の精神科医が 分析しているのは、1日あたりの数字で70という意思決定。この70という数字と200という数字、乖離がもちろんありますけれども、右下の方には、後悔した数字。そして左上の方には、生涯で下す数字の総数。右下が、生涯で行う、後悔する決断。まあ、そうすると大体、だいたい20%ぐらいが、 後悔につながる決断ということでしょうかこの数字は、まあ、どれが正しいのかわかりませんけれども、いずれにせよ、意思決定というのは非常に複雑で、認知的な負荷が多数かかります。さて、意思決定はなんで難しいんでしょうかまず、人間はリスクの評価に長けていません。様々な、その、要素を考えなくてはいけない。不確実性がある。 そして、情報収集にはリソースを費やさなくてはいけません。これに関しては、決断疲れという言葉があります。私はここの専門性はございませんが、基本的には複数繰り返し意思決定を行うと、どんどんその決断の質が低下する。それは、決断疲れが起きるからです。 それからもう一つ少々驚きなんですけれどもオプションの数が少ない方が比較しやすいそうすると決定に満足できるしかしオプションが多くなればなるほどどれがいいのか分からなくなってストレスが増えるそして最終的にこういうことになってしまうわけですさてこれを踏まえましてもう少し 数学的な形で意思決定を考えたいと思います。人間、そしてオートメイティブシステムがどのような形で、まあ、こういった判断に苦しむかです。例えば、タスクを実行しなくてはいけない。そしてその実行をするにあたってはまずその環境について推論を行う必要があります。これは人間であろうとシステムであろうと。 そして不確実性を数値化する必要があります。でこれに関連しましてその環境やについての情報を得るだけでなくて,リスクも考えなくてはいけません例えばこのタスクを完了できるのか否かそしてヒストリーとコンテキストこれは環境についてすでに知っていることということになります。 私は、統計、確率論、リスク、理論といったものを使っていきますが、なるべく皆さんにご理解できるような形でお話ができればと思います。さて、タスクを実行する上でこういった一連の要素が絡んでくることがわかりました。オートメイテッドシステム、もしくはセミオートメイテッドシステムであっても、この一連のプロセスを経る必要があります。アクションを取るべきか否か。 これはリスクが受け入れ可能なのか、つまり失敗したとしたらその対価を私は耐えられるのか、これがうちは上のボックスです。そしてタスクを実行するためには逆に意思決定をしない場合にはどうなるのか、その場合には私がバリューオブインフォメーションアナリシス情報価値分析と呼んでいるものを行います。つまり その環境についてより質の高い情報を得るその情報のソースを検証してそしてそれを私の世界観に組み込んでもう一度この一連のプロセスを行うということになりますさてディープランニングということは皆様ご存知だと思います深層学習については何らか皆さんご存知だと思います えまあ、私のような、あの、専門なスコラーであれば、Google でディープラーニングと検索します。えまあ、今のジョークですけれども、Google、まあ、であろうとこういった情報を検索すると、いろいろな情報源が表示されます。これはある意味、この情報価値分析と言っていいと思います。つまり、情報源を私は見た。しかし、 その実際の情報を理解して、すべて読了したわけではない。一方で、この推論というところは、この情報を理解する段階になります。その理由ですとか、理論を組み立てるところです。これを組み合わせる必要があります。この二つ下と、あと、あの、不確実性の数値格の上のボックス、これは、に加えまして、 さまままざなななな数数値的な数学的的学そして統計的な共通性がありますこういったいろいろなアイディアをどのようにその実務的なもの実用的なものにすることができるかそしてコンピューテーションできるものにするかそれが私のチャレンジですさて家けをしましょうコインをフリップします で、例えば、2社いて、それぞれお金を事前に美に入れているとしましょう。もう私の方で計算しておりますので、皆様の方で、まあ、やらなくてもいいようにしておりますが、まあ、その、お金をそれぞれ、 置いてそれに対してコインをフリップして表だったら片方、そうでなければもう片方といった形でお金を得るわけです。つまり報酬があって成功の確率があってというこういった一連の情報を持ち計算をするわけです。これはまあよくあるその期待報酬ということになります。これがそのプラスの報酬を普通はかけですと望ましいわけですので。 必要となるのはこの確率ですね成功確率が高いということです。このウィンマルチプル、勝つ倍率が負ける倍率よりも高くなければいけないわけです。そしてプラスワンにすると。だったらポットにお金を入れてもいいわけです。さて オーディエンスに向けてドルから家に買いました。1億円です。生涯貯めてきたお金、大切なお金です。しかし、この確率論をすでに計算していますので、自信を持って賭けをすることができます。まあ、1億円、かなりの金額ですよね。誰かが勝つ確率21の倍率の賭けをオファーしています。 では慎重に検証しましょうこの右側の成功確率よりもこの21は大きいとで期待報酬としては500万円です5%のリターンですので,で悪くありませんそしてあなたは寛大なので、まあ、かつて親しかった19人の友人とこの情報を共有して彼らに も賭けをしてもらいますそうするとこれは有利な賭けであるにもかかわらず33%の可能性で全ての101億円のお金を失ってしまいますし友人も全員お金を失ってしまう可能性があります。これはまあ例えばあの映画などで部下に確認してくれ全部大丈夫そうすると必ず悪い結果になりますけれどもこれもそういったものです。 何が問題だったんでしょうか私が今あの説明をしたあのに皆様は信じました。ここではそのリスクの分布を説明していなかったわけです。つまりどうなるか一番確率が高いのは全て失ってしまうという確率なわけです。もちろんあの全ての額を一気に投資するのではなくてそれを分割して少しずつかけるということも可能です。しかし 170回の分割をしたとしても、まだ50%以上の確率で全てを失う、そして友人たちも全てを失う可能性があります。では、どうしたらいいでしょうか、この賭けには乗らない、もしくはもう少しその勝率を高める必要があります。 そのためにには情情報報しかも定量がが可能なな必要になりますさてアクションを取れる情報アクショナブルな情報とは何でしょうかアクショナブルな情報というのは何でしょうかデータは情報ではありませんデータを処理することで場合によっては情報になります さて実用的なアクショナブルな情報というのはその情報が特定のタスクに関する不確実性を改善するそのことによって合理的な判断が可能になるないしはリスクが適切ではないえといったことを示すレプレゼンテーションが優れているということです 確実性を改善するために何ができるか、それを正確に評価できるのであれば、これもアクショナな情報となります。これがタスクで、情報源が、それに関する情報源があったとしても、一部の情報源は有用であり、一部の情報源は有用ではないわけです。そこで情報を分析しなくてはいけません。 完璧は税の敵という下の私の引用ですけれども、こういった問題というのは非常に難しいので、完璧を目指すのは不可能です。なので、大体パフォーマンスを保証してくれるというレベルを求めるわけです。さて、こちらをご覧ください。もう、あの、家計ではなくて投資になりました。お金を、まあ、 すべて賭けに費やすとなるとちょっとあの抵抗がありますのでそういった意味では投資の方が賭けよりもいいと思いますさて最初先ほどのケースですと私が表皆さんが裏という賭けでした今回は皆様が表も裏も可能ですそしてリソースを もしくはファイナンスをそれぞれのオプションに分散することができます。つまり表でも裏でもリターンがある。で、このディテールに関しては、こちらが WinMultipl、そしてマイナスポットに入れたお金、Expected リスク、期待リスク。で、こういった計算を行いますと、 このようなな結果となりますもしオプション i のまあこれをちょっと競馬だと思ってください。i が勝つのという馬が勝つ確率とウィーマルチプルです。1であればゲームはフェアです。オプションをどのように分散したとしても 期待報酬はゼロとなりますそうすると全くこんなゲームに参加する意味はないと考えがちですが実はより良いその投資の仕方がありますつまり1以上にするということですねただこれが危険であるということもございますこれを繰り返していくとギャンブルでお金を失ってしまいます さて、えー、報酬率例えば利息と思ってください、えー、私の投資に対しての利息、えー、つまりリワードの冷凍を最大化するそうすれば破綻は避けることができますというのも必ず何らかのリターンを、えー、オプションの一つから得ることができるからですでこの報酬率を最適化したい そしてリソースのリターンをゼロ以上にしなくてはいけない。それを考えますと、成功率を上げるために情報が不可欠となります。さらに数字を出してしまって申し訳ありませんけれども、X、これはまあその競馬同様の,そのランダムな変数です。どの馬が勝つかは分かりませんが。 それぞれの馬に関してその勝率があります。で、まあ、勝った馬次第で報酬を得られるわけです。これがリソースのアロケーション×ウィマルチプルとなっています。で、このイベントに関して我々がしていることをもとに関数にします。で、最適なアロケーションを行って、レートを上げる。 ことを目指しますでこの冷凍を計算する方法があるんですけれども一番こうシンプルに話すと以下のとおりになります。最適なロケーションというのは家計を成功の確率に合った形で分散するということです。そうすればその富が増えると。すべてがフェアであればゼロですが。 ゼロはまだマイナスよりはましですよね。しかし、皆さんのポケットには武器があります。つまり、世界を計測することができます。つまり、この P というのが、プロバビリティ、確率ですけれども、これは誰かが、どのまま勝つかという予測をしたデータが元になります。そうすると、この左から、 得られたデータ元の確率になりますこれがベイズ定理ですこのモデルでのレートとデータを入手して情報収集をして得たデータの違いこの差異というのがこの右側になります でこれはもっともっと深掘りすることが可能なんですけれども、しかし結果はそこまで変わりません。つまり、情報をもとに賭けを最適化することができるわけです。 例えばブラックボックスのそのラーニングテストをしなければいけないということであってそしてエラーレートが許容できるということであればそれでいいんですけれどもしかしながらこのシステムですけれども常に常に プロセスを使ってえそして意思決定をしてそして次のステージに進むということですえそしてその中には必ずリスクが包含されていますですのでやはりさまざまなデータで使ってそしてブラックボックスのテストをするということなんですけれどもさてこれがえそのセグウェイですけれどもデータフュージョンこれは比喩ですマルチモーダルなデータフュージョンというプロセスを 頭に描いろい,いろんなデータソースを集めてそれをこのような表現にするとこれ非常に有名ですがインドスタンに6人の男がいました非常に賢明ではありますが全員盲目でした。 そして全員がその像について学びたいという気持ちが強くてみんな像を触れるんですけれども全員の話はそれぞれ正しいものの像の説明にはならなかったつまり計測をするだけではだめだということですその計測を全て集めた時にその像全体像を描くことができなくてはいけないそしてまあ間違った結果になってしまったということですそれがマルチモーダルデータフュージョンでこれの実例をお示ししたいと思います 3つのデータソースがございます。これは飛行機から撮った攻撃モーション画像、それからジオタグ、地図上の位置をタグ付けしたもの、3D のもの、そして下がライダーです。この3つのデータを使って、このような右側ですね、の表現に再建できるか。 おそらくこのデータから推論することは可能かもしれませんがしかし必要な情報が全て揃っているのか分からないとさてどのようなものが必要になるかというとまず不確実性を低量化したいそれからセンサーの物理も説明できるようにもしたい新しいセンサーのフィジックスこれも加えたい 新しいデータを例えば入手したとして全く一から作り直すのではなくてそれを組み込めるようなものにしたいまた豊富なデータが必要ですし推論タスクをサポートできるものにしたいとそうしますと不確実ではありますがこのようなレプレゼンテーションが可能になります。 X がレプレゼンテーションで Y がオブザベーションです。で、この10モデルを用いて、えー、<coughs> 再建を行います。この,の PYX をす計算するのではなくて、実際その計算されたデータをコンピューテーションを使って再現するということになりますが、実際我々が使ったモデルがこちらであります。詳細は省きますけれども、 これは、プロバブリスティックグラフモデルというものです。ここで私が示しているのは、空からの空撮データ、GPS データ、オープンなストリートマップデータ、そしてライダーデータ、すべてを組み込んでいます。このシーンというの例えばビデオゲームのを想像していただければと思います。 属性カテゴリーもございますのでそれがこの下の方に示しておりますこれがこのこちらの方でキャプチャーされていますそしてそれぞれの関係性そしてそれが計測データとどのように関連しているのかも必要となります複雑に見えますけれども このリースニング、推論と、そしてこの物理的なデータを理解している人の専門性があれば、そこまで難しくはありません、困難なのは、これをすべて扱うコンピテーション能力であります。さて、これに関してちょっと短く紹介をしたいと思います。 Right? So here are three. で、このシーンの三つのレプレゼンテーションがこちらにあります。そして、またこれは、本当にその、いわゆるその物理学的なその財布がきちんとそのレプレゼンテーションされているかというと、一つはその定期的なコンピューション、そのビジョンのレプレゼンテーション。そして、その色がない。これはメッシュレプレゼンテーションでそして違うそのアトリビューションが変わっています。そしたからはボクセルのレプレゼンテーションがこちらです。で、これらはすべて、え、え、まあ、均等に今いいレプレゼンテーション。 そしてちゃんと物理学的なところはきちんと捉えられています。ただリーゼニング的にはまだです。でもう少し例をお見せしたいと思います。で、ここはちょっとスキップいたします。さて、これが例なんですけれども、そして今確認された実際に。 一つの単一のその回答というのはないということをお示ししたいと思います。ですので、このようなサンプリング的なところですけど、でもかなりこのクローズアップでいいですよね。で、我々がやりたいと思っているそのタスクなんですが、演算したいと思うのは、この、ね、パスティック、いわゆるあるロケーションと、そしてこのようなラインオブサイトでどうなっているかということです。そしてこれを見るためには、この例といたしまして、そしてこれについて、レプレゼンテーションのリーズニングをどうするかということなんです。このの特定の例 でけけれ確率を分からなければいけませんそしてこのような形でプロッティングしていますでこれでもってさまざまなレプゼンテーションから出てくる回答というものをで見ているわけですけどですのでここですけれどもここはひどいですすなわちここのもう本当に実際にはその見えていないのに見えているとあるいはそういったことでやはりこのようなアルゴリズムのレプゼンテーションのリーズニングが必要ですけれどもファーストオーダーですけれどもこの部分ですけれどもきちんとオクルージョンがある場合にはちゃんとうまくでき といいななととうことなんですでこの問題なんですけどそのボクセルのレプセンテーションですけれどもビジュアルな形で見てる。もっと とも、やはり、この、ビジュアル的には非常にレプゼンテーとしてはよく見えるんですけれども、しかしながら合成すると、で、そして確率で見えるかどうかということを見ますと、この部分を合成しますと、このメッシュアプローチ、こちらですけれども、必ずしも、ビジュアル的には非常にアピーリングではないんですけれども、しかしながら、もっと忠実な回答が出てきます。もっと、もう、この、不確実性があるのがどこかということがわかります。ですので、その部分的な回答でしかないんですけれども、しかしながら、やはり、 この、ど、のような形で、そのデータを統合し、そしてどのような形でプレゼンテーションをするか、その、また、この、 レプレゼンテーションの,そのタスクを行うた際のオペレーションのコストがどうかということを考えていかなければいけないんですそして、レプレゼンテーションですけれどもこれがこれ部分が一番非常にビジュアル的にはアピールなんですけれどもしかしながらこれできちんとリスクを定量化できているかというところなんですさて、このバリュー・オブ・インフォメーションとそれから減税法ですけれども,法ですけれども情報収集はコストを伴いますそして報酬もあります 主にアメリカのポップカルチャーを、えー、使っていますので申し訳ございませんがちゃんと説明をいたします。さて、情報ソース。シャーロック・ホームズ、右上は皆さんご存知ですよね、えー。まあ、探偵として雇うとコストはかかるけれども徹底的に調査してくれる。もう一人、このジム・ロック・フォード。これは1970年代のアメリカのテレビショーで人気があった。えー 探偵ですシャロック・ホームズほど質は高くないけれども、まあ、そこまで、あの、能力がないわけでもないですし、えー、確実にコストは低いと。でもしくは、無料で雇えるう、調査官もいるかもしれません。えー、インスペクター・クルーソー、左下ですが、無料で、えー、無能です。で、えー、うっかりして、えー、なぜか事件を解決してしまうかもしれません。え、それから、スマート、 さん彼は、えー、無能で、えー、いい情報を得ることはできません一方でコストもかかりますしかも、えー、国際的なあ大事件を巻き起こしてしまうこともありますと情報源を例えば組み合わせたとしてスマート C と他の情報を組み合わせると 場合によってはその低いコストでより質の高い情報を得ることも可能になる場合があります。ここで私が申し上げたいのは情報のクラスとリスクのバウンドこれをつなぎ合わせる理論があるということです。 で、サブモジュラリティ、これは列モジュラー関数というものですが、後ほどグラフでお示ししたいと思います。構造確率モデルを使っている場合、列モジュラーを使うと2つ可能になります。まず、ローカルな属性からグローバルなギャランティーにつながることができます。そのことで、効率的な アルゴリズムを使って情報価値のリスニングをすることが可能になります。これもたくさん数学数学なんですけれども、これはスキップしましょう。えこの情報源として A と B2 つがあります。そして A が提供するところですけれども、これは隔離して、そしてこちらの方にスタッキングいたします。で、これをいわゆるここのインターセクションを見ますと、そして情報量としてはこれです。そしててこれに加えて で、そしてこのインターセクションのところを加えますと、これが結果です。で、情報その他の測定ですけれども、サブモジュラーとなります。というのは、このような、このような二つを加えたものが、もともとの要ん量的には少ないんですけれども、しかしながら、ここで言っていることというのを、これは何を伝えているかというと、 情報というのは、やはりこのような形で、上調的なものであって、そして、この収穫提言があるということなんです。ですので、こちらが、この相対的な、このような情報の価値であります。しかしながら、このサブセットを見てみると、そして、このような形で、その、見てると、ちょっと、 これは、このような形で、その保証が出てきます。インフォメーションのそのプランニングの複雑性というのが、このような形で、その指数級数的な形でございます。そしてこの、これは情報量、それからタイムホライズン。そしてこれらの数字というのは、このトラクタブルでないということがあります。立法、あるいは兵法ということもありますけれども、これはもちろんその情報の、情報源によってであります。トラクタブルものもあります。そしてこのようなものを使うことによって、そして少なくとも、 でこのようなこのあまり高くないアルゴリズムで収集した情報ですけれどもそれはやはり。あも え、もっと最適な、その選択で、その情報としてだったものの、まあ、大体2分の1ぐらいになるということなんです。で、リスクリワードですけれども、そして、この情報の価値というのを、そのタスクに対して、この定量化するというわけではないということなんです。で、ケーススタディを共有したいと思います。で、これ、をいわゆる石油ガス会社と共同で行ったものです。非常に複雑なシステムを扱っています。オフショアオイルですけれども、そして、さまざまな油性を、こちらの非常に過酷な、この、 今日この機構の中で設置していますそして、レゾバーそそれからライザーというのがありますそしてこのような、その油性の組み合わせがいろいろあって、そして様々なセパレーターというものが接続されています。そして、この石油、ガス、水、石油が一番重たいので一番下、そして、そしてガスが一番上ということになります。そういったことで、この石油とガスを回収するわけなんです。で、ただ、 エコのこれらのオフショアのインストレーション、インストレーションの生産性というのは、どのようにしてこれらを接続するかにかかっています。というのを、それぞれのその油性のエコの圧力というのがそれぞれ違っています。でですのでこののこような最適の ベストな組み合わせが何かということなんです。しかしながらいろんなエラーというのがここであり、あり、発生しうるなんです。で、本当にそこがリスクなんです。で、リスクといたしましては、例えば間違った組み合わせをするとすると、このような油性が止まってしまって、そしてもうそのような、その石油もガスも生産できなくなってしまうかもしれません。そして5億ドルというような多額な金額をこのような油性に対して投資するのに、しかしながら、その生産できるのが10割、 10%でしかないというようなことがあります。しかしながら、このような、これをきちんと分かって、そしてそのようなテストを行わなければなりません。そのテストといいますの、テストですけれども、様々なシークエンスで接続します。そして、この生産率というものを、この、吟味いたします。そして、 ベストなものを選定する。でも、数日、あるいは数週間かかることもいます。そして実際に生産は賛成さ、石油は賛成されないということで、非常にコストとして、このようなエコノ本当に何百万というそのコストがかかりつつ、この段階では石油が賛成されないということです。ですので、このような一つのやり方としてはグラフ化するということです。これが非常に有用です。このようなシステムの場合に、このような、いわゆる構造化された確率モデルということで。非常にこ そして、これはそのシステムの組み合わせ方によって変わってきます。そして、圧力ですとか、レザーボアの、そしてまた、このヘッドのところ、そして様々な流量ですとか、そういったものを、なかなかこのような非常に過酷な、その環境の中で測定するというのは難しいんですけれども、しかしながらこのような不確実性というものもきちんと取り込んだ形で、 モデル化するということです。そして、こういった実験を設計して、どんな形でも、どんな順番でもできるんですけれども、で、それによって、我々が、これ、様々な、その変数について理、理解しているものをベースにして、そして、その最適化を図るということです。そして、それによって、このような最適化された生産にするんですけれども、しかしながら、この変数の価値が分かっていませんと、え、このようなテストをする際にも、知識がないということになります。ですので、このモデルをする、 モデル化してこれらの変数にまつわるような情報それからまたこの順番というものをまた組み直してそしてその期待されるようなこのようなオイルレートそれからその偏差そして2つのアルゴリズムで先ほどお話ししたところですけれどもこのような形で大体いいこの6日という6日というような。 あるいは16日、17日というような形で大きく、まあ、減少することができるんです。ですので、時間をかけてモデルを作って、そして物理学を応用して、そしてドメインエクスパーティーズとして、物理学の知識を使って、そしてこのような、この意思決定ができるような演算ができるということなんです。ここは飛ばしたいと思います。時間の関係上。 もちろん、後ほどまたいろいろとお話しさせていただきたいと思います。で以上で私の発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。それでは。一つ二つご質問。お伺いできればと思いますが、いかがでしょうか。誰も賭けを。 して、あの、参加してくださいませんか。ニックさん、どうぞ。すみません、マイクを使いください。情報価値分析。失礼、え、成君に、マイクを使ってください。ありがとうございます。 でえー、非常にいい詳細なジオメトリーが必要でない場合、例えば解像度を下げ,る、えー、下げてもいい場合もあると思いますけれども、いかがでしょうか。まさに、えー、妥当な質問、ありがとうございます。これがタスクセットで、これが情報源で。 こすべてを網羅するレプレゼンテーションはこうですという一つの理論があればとてもありがたいんですけれどもそんな理論はまだございません。なのでできることとしましてはまずそのラインオブサイトを確保したいとでそれを回答できるために2つのレプレゼンテーションがあるとしましょう。しかしちょっとこの もっと複雑な問いにしたいと。例えば、この地点。 からラインのサイン等を確認したい場から五マイル離れたところはどうでもいいけれども、近い場所について詳しく見たいと、そういうこともあります。不確実性を減らしていい場所と不確実性を減らさなくてはいけない場所、それを特定できれば複雑ではないんですけれども、場合によってはもっともっと複雑です。タスクはよりその分散された確率である場合、それでも何をコンピュートするかは分かるわけです。 さまざまな方程式や関数を使って、一番こう短いルートで回答が出るところは何なのか、それを我々は研究しております。